こんにちは。デイリーポータル Z 編集部藤原です。よろしくお願いします。そして。はい、こんにちは。編集部石川です。よろしくお願いします。デイリーポータル Z では、2021年のゴールデンウィーク期間中、お役立ち記事105連発と歌って、1週間、1日15本以上のお役立ち情報を更新しています。プープーテレビでは、そこの中から、本人直々にお役立ち情報のプレゼンをやってもらおうという企画を発信していこうと思います。今日のこの工場を言ってる時の藤原さんのですね、目線が斜め上に、ね、すげえ読んでるなっていう感じがめちゃめちゃ読んでますよ。はい。はい。今日のゲストは吉田プロさんです。お願いします。お願いします。どうも見てるか。はい、そして、プレゼン者の他に2人いらっしゃいます。江ノ島茂道さんと山田窓さんです。お願いします。2人いっちゃうとこうなるんですね。そうなりますね。それでは早速ですが、お役立ち情報のプレゼンを行ってもらいます。吉田さんのお役立ち情報はメガネを逆にかけると気分が上がるです。お願いします。はい。プレゼンということで、ちょっと話すと長くなるんですけど、いいですか？はい。メガネをですね、逆にかけると気分が上がるんですよね。はい。はい。以上です。さっき藤原が言ってたことですね。今日も脅威のメガネ率じゃないですか。ああ、そうですね。編集部2人の。脅威のメガネ率じゃないですか。6割の男子がメガネということで。うん、そうですね、うん。これはいい機会だということですね。ちょっと。うん、まあ多分今動画見てくださってる方も多分まあ、ほぼ全員メガネかけてると思うんですよ。9割9分ぐらいは大体かけてますね。そうですね。みんな、うん、まあ、ぜひ一緒にちょっと試してほしいなと思いまして。はいはいはい。じゃあちょっと一旦ですね、騙されたと思って、ちょっとお手元のメガネをちょっとタッチしてみてください。はいはいはい。はい。いいですか？これをですね、ゆっくり外します。ああ、見えない。あ、でですね、これをちょっと上下逆さにしてみてください。はい、上下逆さどっち？くるっと回すってことですか？あ、見えない。不安。いいですか？じゃあ、これをかけてみましょう。今、不安な気持ちを、こう、持ったまま。持ったまま、メガネをセットオン。てってれー。そうだよ、ね。まぐらげだろ。今、メガネ逆にかけてんの、みんな。ほら、気づいてる。藤原君の笑顔が違う、全然。あ、なんか顔が変わりますね、かなり。そう、ちょっと変わるし、割とも視力維持できてるんですよ。うん、ああ。あのね、僕、左右の度がすごい違って、あ、なるほど。これ入れ替わるから、すごい世界が歪みますね。気持ちこうね、上も見える気しない？なんか。あ、本当だ、上の視界が広い。視界ああ、すごい。あ、下めっちゃ狭いですね。本読めないレベルですね。そういうね、うん、あれもあるんだけど。で、これでね、はい、ダッシュしてみてから、ダッシュ。風の抵抗が、ね、シャーって。そうでメガスピード感を味わえるんですよ。しばらくちょっと出して。しないか。ちょっとダッシュしてきていいですか今。はい、いいですよ。うん、ダッシュ。ダッシュ。ダッシュ。風を感じて風を。外に行った。本当にやるんだ。お、ダッシュ、お。行ってきた。帰ってきたぞ。おい、どうだい？
下そうだな。騙されました、これめちゃめちゃメガネ落ちるじゃないですか。鼻当てがフィットしてないから、メガネをで、つるの後ろも逆に曲がってるから、メガネを支えるものが何もないんですよ。これ本当にダッシュすると思わなくて。危うく踏むところでした。確かにね、メガネは外れやすくはなるので、確かにそういうあの、ね、メリットは失いますよね。トータルではあれマイナス。うん、とも言われている。うん、でもあれでしょ、なんか明るくなったんじゃない？せっかくだからね、メガネトークでもしようかみたいな。メガネの思い出とか。そうですね。あとは、かけてない人のね、こう、羨む声とかを聞きたいですよね。うん、しっかり羨ましそうでね、すごい。見てて、羨ましいって1ミリもなかった。トラガイ野郎だね。これだから乱行が困るんですよ。藤原くんメガネ歴何年ぐらいなの？もう25年とかですね。ああ、仕事だね。まだ浅いんだ。浅いんだ。かけてるって言えないね。一般さんはどれぐらいですか？あのね、僕大学デビューなんですよ。あ、だから、はい、藤原さんより短いぐらいですね。22年ぐらいかな。ちょっと話にならないわ。高みがつく。なるほどね。吉田さん、いつからですか？26年ぐらいかな。黒だね。黒。うん、本当に黒。藤原くん、メガネのきっかけとかってある？病院で。病院？なんか最初は子供の頃は、あの、なんか病院で、かわされて。何すか今の。何ですか。お前の闇に踏み込んでしまった。え、何、どこに住ん、どの国に住んでたの。病院でかわされたんだ。はい。じゃあしょうがないか。で、それ以来メガネっ子な感じで。一時期、コンタクトの時代もありました。チャレ。マジか、ちょっとお前、見損なったぜ。石川さんはどんな感じでメガネに出会ったんですか？僕は、普通にちょっと見にくくなったなと思って、はいはい、眼が進行して、はいはいはい、で、メガネ屋に行って作ってもらったっていう感じで。超普通じゃないですか。普通じゃないですか。普通ですよ、そんなの。なんだよ、しょうがないね、じゃあ。そういう吉田さんは。僕は、昔、ファミコンってあったんですよ。はい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 。若い子たちにファミコン、うんうん。あります、知ってます、もちろん。ファミコンをやりすぎる人間を、ファミッコって呼んだんですよ。はいはいはい。うん、吉田さんからしか聞いたことないですけど、何度か聞いたことありますね。一番だけ。で、ファミコで、ファイナルファンタジーの1を、はい。やりすぎて、はい。視力が激減して、それぐらい出ないですね。もうちゃんとさ、FF1 からやってるのが偉いでしょ。ちゃんとワンからやってるの偉いんだけど、そうそう、そういうファミッコゆえにね、こう視力激減して、メガネになりました。ありがとうございます。2以降は落ちなかったんですか、視力は。あ、もう下がりっぱなしですよ、もう。アピレイして、どんどん下がって、ほぼ出ない。ワン、ツー、スリー、フォーと上がるにつれて、シマゾハンピレーして視力が上がるんで。気に入りなものですけどね。うん、この、メガネを逆さにかけるのは、いつ考案されたんですか？一週間ぐらい前ですね。ちょっと漫画みたいに朝急いで起きたときに逆に持っとっちゃってね。逆にかけたら、ちょっと、あらやだ。あらやだ。あらやだ、なるほど、感覚って。
ですよね。うん、なんかね、逆に書き続けてますよね、普通にね。そうですね。だんだん鼻痛くなってきてますけどね。そうだよね。そこで見たら割と似てるよ、全然。うん。よく見たら青っぽいんだけど、見たら青っぽいけど、遠目から見たらね、いけるいける。これなんかすごい涙が出てくるんですけど。そんな心揺さぶられてくるか。なんでですかね。ぜひこれ皆さんも普通の、ズームとかの会議とかでね、これで挑んでいただいて、いつ気づかれるかっていうスリルをね。はいはいはい。うん、仲のいい会社ならぜひやってもらえたらね。そうですね。うん。うん、僕はやらないけど。まあ、人とかに俺は普通に戻してんだけど。僕もね、今の流れで自然に普通に戻しました、ね。藤原君がもう乾杯ということでね。恥ずかしい。藤原君明るくなったでしょ、さっきより。そうですね。うん、笑顔も楽しそうですもんね。なんか楽しい気がします。だから解像度が上がった気がする藤原君の、うん、そんな気がしますね、うん、はい。そうそうそう。では役立ち度はですね、はい決めてください。はい、じゃあありがとうございました。お役立ち度をこれから発表したいと思います。はい、石川さんお願いします。お願いします。役に立つかな、でも先輩の言うことだからな。そうそうそう。ちょっと迷うんですけど20% ぐらいですかね。いや80はいったと思うんだよな。20ですかね。うん、はい。ちょっとダッシュの時に風を感じるっていうガセ情報もありましたので、ね、危うくメガネを振りかけましたからね。はい。次頑張ります。はい。それでは今日の発表者は吉田プロさんでした。また明日もお楽しみに。さよなら。さよなら。